カーテンを閉めておくんですけれども、外の景色はまだ見せないようにしておきまして、こちらの方もね、最初は閉まってるような形になりますね、うん、出してる。じゃあもっと撮ってあげて、もっとこの辺たくさん撮って、後でお姉ちゃんたちに送るからあ、最初はこういう状況になったわけですね。カーテンが閉まっている状態なんですね、最初。そして、新婦ご入場です。という時になりますと、照明の方暗くいたしますので、そうすると着物を着た中で、こちらの方をさささささっと。これなんかプロジェクターありますけど、はい、あれは何ですか？なんかこの辺に映し出すために何かあるんですか？そうですね、お二人もし映像をご用意されるのであればスクリーンを吊るしまして、あ、こっちの、あ、そういう形なんです、はい、映像パーポイントで、パソコン持ち込んだらダメですよね。どの辺が、向こうの端っこからずっと歩いてくるんですか、こうぐーっと、はい、どの辺、その木、太い杉の木ありますよね。あ、そこです、はい、ここがずっと続いてますので、はい、その辺りからゆっくりと、あ、じゃあ出てて入るときはもうこっちから入っていって、そこでスタンバイって感じなんですね。そうです。じゃあ、あっちからぐるっと回ってくるわけじゃないんですね。まあ、お二人自体は多分ぐるっと回ってきて、スタンバイ場所はあっちで行きます。あ、まあ、そこで、そこなんですね、はい、雨降ったらどうなんですか、ね、雨降ると小雨の場合でしたらね、ちょっと傘を差すかなんか、そういうか、晩傘でやるんですね。しますけど、ちょっとジャジャ降りの場合だからね、着物も汚れてしまうので、もうここからささささと、そういう話になるんですね。じゃあ写真撮ってくれ、みんな並んでるやつ。